武田塾では正社員を募集しています。2020年1月25日土曜日、武田塾採用説明会を開催します。一人でも多くの逆転合格者を輩出するため優秀な方をお待ちしてます。詳細は概要欄をご覧ください。武田塾教務部長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。この動画に対しての質問は下のコメント欄からお願いします。武田塾チャンネル。法政大学の社会学部志望です。国語の対策をしていく場合、古文漢文の対策は必要ですか？また対策する場合にはどんな参考書がおすすめか教えてください。まあ、これに関してはその教科別勉強法っていう動画が武田塾チャンネルで上がってるんで、その中のまあ古文漢文のものを見てくれればいいと思うんですが、ただ今あの学年がね、その下のコメント欄であの高校1年生っていうふうに書いてあるんで、まあ高校1年生だと新課程になってるんで、まあそこについて言っておくと、センター試験の過去問なんかは、まあ、あの抜いてしまって構いません。武田塾のルートの中の部分で言うとね。で、まあその代わりにもし問題集こなしたいなみたいな形だったら、そのまあ古文だったらポラリスとか出てるからね、あの辺やるといいかなっていうふうに思います。まあ漢文に関しては正直やるもんなかったら、最悪まあセンターの過去問とか、まあ、センターの過去問扱ってるやつでもいいかなと思います。量がないからね。うん、ただまあ、あの基本的には新試験用のやつとかも、まあ、出てくるとは思うんで、まあそれを出てきたらやっていくって感じでいいかなと。漢文に関しては現時点で早覚えだけでも十分だとは思うんで、まずはねしっかり基礎を固めてやってくれればと思います。頑張ってください。高2兄弟志望です。兄弟志望の人が周りにいないのですが、この時期平日と休日何時間勉強できるのが理想ですか？そろそろ本腰入れないと思いつつ、なかなか勉強時間が増えませんってことなんですけど、何時間やるかっていうよりはどこまで終わらせるかっていうのを目標にした方がいいかなとは思いますね。例えば現時点でいわゆるエース国みたいな絶対使うし2次でも出るって分かってる教科に関して、まあ武田のルートでいう日大レベルは絶対終わらせたい、あるいは、まあ、可能であればマーチレベルとか地方国公立レベルを終わらせたいみたいな目標で考えてみるといいんじゃないかなと思います。だからそれがいつに終わるのか、このままいったらね、それを考えて、まあ、例えばじゃあ3年生に上がるまでに英語国語例えば数学もしくは英数を日大レベルは終わらせようみたいな感じでまず決めて動いていくのがいいんじゃないかなって。それを達成するためには1週間どれぐらい終わらせなきゃいけないから、1日こんぐらいやれば終わるなみたいな感じで、その量を決めてそれに必要な時間って感じで逆算していくと分かりやすいかなと思います。要は時間で見ていこうと思っても何時間やったら何台終わるかっていうのは正直人によるところもあるので、まずその量でペースを決めていくといいかなとは思いますね。私立文系で今年浪人するのは危険ですか？いつだろうと、浪人ってのは基本的にリスクありますよ。まず、浪人はね、したくてするもんじゃないから、基本しないで受かるように全力で頑張った方がいいし、で、まあね、今年は去年と比べてとかね、難易度どうなのかみたいな話だけど、まあ、入試制度がね、どう変わるか、まあ、この動画撮ってる時期でもまだ確定してないんで、そういう意味では心配かなとは思うんですけど、ただ、言うほどやること変わんないと思いますよ、結局ね。まあ、その、やるべきこと自体は、いわゆる教科書の問題が解ければ、最後の追い込みの試験対策っていう部分は変わる可能性はありますけど、身につけなきゃいけない知識自体に大きな差はないので、基礎からちゃんとやっていけば全然大丈夫なので、そこはあんま気にしなくていいかなと思います。ただ、浪人はしないに越したことはないと思います。しないで受かるならやっぱり浪人しない方がいいと思うんで、まずはね、現役受かるつもりで全力やっていくのをお勧めしますね。武田塾に通ってるんですが、先生が志望校を変えさせてくれません。ちょっとこれ状況が、ちょっとね、この後長く結構いろいろ書いてくれるんだけど、状況がちょっとわからない、なんともいないんだけど、その、志望校を変えたいって話をしていて、変えさせてくれてないっていう状態なのか、志望校を変えたいって言ってなくて、自分では間に合わないと思ってるけど、先生が第一志望なんとか分からせようとしてくれてるっていう状態なのかでもちょっと変わってくるかなとは思うんだけど、基本、その、まず志望校を変えたいと思ってるなら、ちゃんとそれは先生に変えたいっていうか変えますって話をした方がいいとは思うし、まあ、あと校舎長とも話した方がいいかなとは思いますね、そこに関しては。でまず本人の志望校が最優先なので、そこは全然大丈夫だと思います。ただ例えばこれがその難しいのが、そのね、変えたいって言ってても本当に変えたくない、本当は変えたくない、間に合わないだと思うから、やっぱりその諦めなきゃいけないなと思って変えようと思ってるみたいなケースとかだと、変えた瞬間に凄まじくモチベーションが下がったりすることもあるんで、その変えたい、よし分かった、じゃあ変えようってなかなかこう
できないところもあるから、そこはちゃんと先生としっかり話し合いをした方がいいかなと思います。だから本人がやっぱ納得して自分が行きたいところを受けるのが一番だと思うから。だけどその自分自身がその不安から言ってることなのか、本当にその変えてそこでももう行きたいってちゃんと思える覚悟を決められるっていうふうに思えるかどうかっていうのはすごく大事だと思うんで、やっぱねそのどっち選んでもやっぱ多少の後悔する可能性はやっぱあると思うんですよ、その志望校変えようが変えまいがね。でだからそれはその極力効果がないように納得できるようにやっぱちゃんと考えて、まあ変えるなら変えるでしっかりあの話をしましょう。でどうしてもそれ変えられないとかはさすがにないとは思うんだけど、まあもしそれがあったらね相談してもらえればと思います。このコメント欄でもいいしね、あのなんか言ってくれればというふうに思います。はい、そんなところですかね。今回は以上です。武田塾お茶並み村校、はい、合格実績が決まってるんですけども、はいね、実際受かってるんですか、どうなんですか。実際結構受かってます。はいはい、実際に受かった大学とか学部を一人一人手書きで書いて掲示したものになります。はいはい、私が校舎長として掲げたいテーマとしては生徒の成績をとことん伸ばす、この一点です。自分の叶えたい夢っていうのが一人一人あると思うので、それを叶えてほしいからです。それでは武田塾お茶並み村校行ってみましょう。